でハイブリッド横にします。ということで今日は、先週に続き、ここ、特に第5穴親指の方の第5穴のここの削り方とこの中のこの奥の内管側の面取りを重点的にちょっとお話しします。で、これとこれがこれ、これがここを削ります、ね、ちょっと傾けますね。はい、これでこういった道具、ね、これでここ、ここね、ここを削った後、この親指がピタッとこうつくように削った後、この面とこの奥の面は、こういったものが入らないと、この中に入らないということで、こういった玉、これね、こう、このような丸い玉の分ね、これが回転します。これをこの中にこう入れるね、入れて引っ掛けるようにして、この縁をガーッと面取りするとということね。ここの中の表はもちろん面取りしますが、この中も面取りしますね。こういった形で持ってここに添えて、こういう具合に中を面取りします。これが非常に重要なんです。表の方もこう面取りしますね。で、空気抜け専用にここへピタッと行くように。で、後でこのガザガザをここね、ここにヤスリついてますね。細いあの布のヤスリね、これをここに当てて、こういう風に面取りすると、この中の分ね、振動ね、でこれが説明させていただきます。ちょっと外しますね。はい、このね、この穴の縁をね、要はテコ穴の原理、この中のちょっとこう、まあ、中を見えるようにちょっと切断したような書き方ね。で、この中からこう振動体になって、あのこの歌口でできたあの 渦が振動体になって、その振動体ヘルツになった分がこのテコ穴からボボボボッとこう出たり入ったりするんですね。この穴から、例えばこのテコ穴から
この穴から出たり入ったりするんですね。でこれをこういうふうなと穴から出たり入ったりするっていうことは、こういうふうにこうポッポッとこう回転しながら渦の分が出たり入ったりするんですね。で歩行440回1分間にするんですね。で最低それぐらいしますから、この中もその分で上下に振動してます。でそれで音色っていうか音になって出るんですね。でこの回転の渦が穴の縁を伝、この縁をね伝って上下するんね、出入りする。で高速で出入りするっていうことね。で穴開けを面取りをする。この穴の縁を面取りを上と下にするんね。でそれをこの玉のような回転するヤスリで、要は面取り、特に中の分をこういった形の分で回転しながら面取りをするというところに、かなりそれをやるといい音がするということです。面取りが重要、特に第5穴のここの面取りね、表の面取りと中の面取りをやりましたということで、本日は。